おはようございます。おはようございます。おはようございます。何ですかその儀式ゆっくり下ろす感じ2枚目キャラ狙っていて、そう、何か一つやるにもね、あのこれからちょっと演出していこうと思って、うん、今日はそういう日めんどくさい日ですね。めんどくさいと思う人もいれば、スキャってなる人もおるかもしれない。スキャってまあ冗談をさておいて、はい、しておきましょう。今日天気いいですね。かなり、うん、もうでもちょっと連れ出してるって噂。何がですか？はい、お、もう苦労に苦労をねかけられた、ついにタイさんが釣れてると、うん、で、なんか、まあ、平場で釣ったりとか、まあ、和歌山の肩だったビニールで釣ったりとか、うんうんうん、まあ、普通にあるんだけど、はい、どうやらなんか聞く話によると、マイクロジグ TG ベイトみたいなのちっちゃいやつ、あんなんをそこに落としてゆっくり巻くだけで来るとか、そういう話もちらほら出てるんで、今日ちょっと俺はマイクロジグ、はい、みんなやってみてもいいけどね、うん、はい、釣れなきゃ変えたらいいし、うんうん、ちょっとやってみたいなと。今日はできたらシフレに頭も持っていきたいなと。久々ガシラ食いたくない？食べたい、美味しいですもん。美味しいですよ ね、 しいね。今日も元気に楽しく魚釣りをやっていきたいと思います。やりますか？はい、はい、おさん、今日こそはいつものやつでお願いします。オッケー。最近見てないんで、おさん、ほんまや。オッケー。わけわからん続きが、せはい、俺も忘れかけてるから、はい、いきますよ。はい、はい、せーの、釣り。ガッサ好きやねー。ダサい。60g、 そんなちっちゃいやつですか？ちょっとちっちゃいかなと思って。100。え、これでげつない量いますね。でっかいのあんだよ、これ。ほら、はい、どうぞ。開始ですか？はい、ラバ透明系で攻めてみます。ちっちゃすぎるかな。え、キミコさん何にしたんですか？ないしょ。なんでチーム戦じゃないの？チーム戦じゃないよ。みんなで釣ろうじゃないの？透明、透明。あー、イカのやつが、うん、なんかシラスって透明だと思ってしまって。あ、透明です、透明です。確かに、確かに。ちょっと軽すぎるかもしれんけど、はい、あのダイワの TG ベイト、 TG ベイト、タングステンのマイクロジグ、これをとりあえずひらひらと落としてみようかな。何グラム？うん、緑60ですか？60。これそこにつけばいいんだけど、アンリちゃんもそういや TG ベイトで夏でっかいタイって言ったよね。そうです。あれ何センチ？50センチ。あれはでもね、52とかだから、この前の55の方が大きかった。いや、超過自慢するよ。え、いきなり超過自慢をぶっかまして、自慢して、両方ともあなたが釣った最大のタイル大きいですけど感がすごい伝わったわ。今日そんなギスギスしないでやりましょうよ。こっちが言いたいです。仲良くやろ。仲良くしましょうよ。落とします。お願いします。何？え、闇落ち感すごい。嘘。敵キャラ感がすごい。熱いけど焼けたくはない。どうしたの？ TG ベイト。私の、ね、TG ベイトなんだけど、重さと色が違う。重い、重いな。私の方が重いです。100。私 100g。 俺60。今日はあれじゃん、釣れた瞬間その仕掛けに急いで帰る。うん、それもありだ。やっぱ前な、後藤でもさ、やけど同じルアーにバカ来たもんな。そう、やっぱありますよね。あのジグを使ってる人たちめっちゃ有利やなと思った。でも俺はそれ使えなかったけど、なかったからだ。まあ優勝したな。仲良く、うん、今日は絶対タイを釣りたいので、
何やってんすか。え、何やってんすか。ちょ、ちょっと、え、何してんの、何してんの、何やってんすか。何やってるの、何、シラス漁。シラス漁、この網じゃ入らないわ。スカスカですよ。そうか、残念。急に、何してる。いや、どんなんかなと思って、大きさ的に。あ、気になります、ね、そう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 。アニさん、最近好調ですか。でもなんか、運を使い切ってしまったのかもしれない。この前おみくじ引いたら、大大吉とかいう、見たことないの引いちゃった。そう、そうなんですよ。何それ。なんかもう私の運はそこでもう終わってしまった。おお、来ましたよ今。お、なんか、あ、いやもうね、え、でも今確実に来ましたよ。やばいじゃん、やっぱそっちの方が釣れるんかな。ちょっと、あ、でもな、やっぱ針が大きいのかな。もう多分いないと思います。味わいたい。おお、あ、来てますね。はい、私ゲットしました。実際どうですか。はい、メイビー。久々に魚のビクビク感じました。ガッシーだと思います。ガッシー、何が出るかな、何が出るかな。ガッシー、ガッシーゲットです。おー、ガッシー、ちっちゃい。ガッシー、ガッシー、ガッシーゲッツ、イエーイ。めっちゃでかく見せた。わしらゲット。ダダン。情けない。来た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 来ました。稽古し、イエーイ。メザカラマスター来ましたけど、ちっちゃいだろうな。ガシ、ガシだと思いますよ。ガッシー美味しいからね。はい、嬉しいです。ちっちゃいと料理大変だ。あ、違う、えじゃあベーラ、なんだ、ベラゲットです。ベラゲットです。嬉しいです。ちっちゃくても嬉しいです。なんだかんだ、はい、とっても。おお、来ました来ました。おお、おお、ガッシーかな。ガッシー、でも、でも、いや、ベーラかな。結構引くぞ。さあ、置いたら来たな。置いた途端、うん、あー、ベーラかな。あ、ガッシーかな。お、なんか、最後まで。あ、ガッシーだ。やった。ガッシーだ。ガシコンです。イエーイ、ガシコン。イエーイ、イエーイ。お、なんだなんだ。あ、でも、お、なんか結構引いてるぞ。硬いですけど、なんか、あ、なんだ、動かなくない。え、本当に魚かな。え、動かないぞ。動かない。来てる来てる。ガシコや、ガシコ。ガシコか。おっしゃおっしゃ、ナイスナイス。ナイスフィッシュ。ナイスフィッシュ。地味だね。あー、来てる来てる。来てる来てる。おお、なんだこれ。ベーラーかな。ベーラーかな。ベーラー。なんかビビビビビビってなってる。ほら、なんだこれ、ベーラかな。ガッシーじゃないね、これベーラ。お、でかい。
前、でかいメイラ。そうか。メイラです。よろしく。メイラです。よろしく。メイラです。よろしく。あ、おる。おった。ガッシーちゃん。ガッシーゲットです。メイラかな。なんだよ。ラン来たぞ、ランゴ。ラン1頭目で来ました。ベーラゲット。ゲットしました。はい、お、いい感じの。今回ベラ料理やな。やったー、おめでとう。ありがとうございます。はい、じゃあタイ釣りに戻りましょうか。はい。釣れっかなと。釣り人がいねえ。俺らしかいねえ。ここで釣れなかったらもう帰ります。しゃちょっと今日厳しいわこれ、なんでかわかんないけど。帰ろっか、しゃあないな。そんなやっぱ人がいないってことは理由があるわ。本日の釣り終了。終了です。神君に悪いな、ペラ料理で。どうします、こんないりますね。これちっちゃいのか。これ逃がそう。うん、まだいい気がする。ほんまや。お疲れ様です。ミラリを履いてみた感じです。いや今日は何だろう、釣りすぎた。へえ。ちょっとだから結局マリーナでも逃がして。あ、マジですか。すごい。ちょっと小さめのやつだね。ね、早速じゃあ、はい、あれあれ、ミカさん買った方が良かったんじゃないですか。いや、ちっちゃくて。あ、でもガシラ、ガシラ、ガシラばっかり。またベラ。あ、ベラ、ほんまや。了解しました。すいません、狙ったのが釣れなくて。本当はタイ釣りに行ったんですけど。あ、そうなんや。うん、いやでも全然いいよ。あ、本当ですか。まあ、この間ベラ美味しかったから。そう、お刺身がね、美味しかったんでみたいな。はい、頑張ります。明日、はい、元気な状態で、あの、了解しました。もうみんなボラボラなんで。ちょっと今日ケイコちゃん、あの、落ちてきました。めっちゃ、ご視聴ありがとうございます。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録よろしくお願いします。おだよー。